小野正蔵2月12日から1938年9月6日は日本の陸軍軍人。階級は陸軍少将。第5代岡崎市長。愛知県ぬかた郡伊賀村に生まれる。1899年に陸軍士官学校を卒業した後は、不評第33連隊に属し、1902年には陸軍大学校に入学した。 陸軍大学校在学中に、日露戦争が勃発し、第三師団に属して出征し、負傷した。1907年、陸軍大学校に復学し、翌年に卒業した。卒業後は、参謀本部に勤務する傍ら、山形有友元帥の副官を務めた。1910年、少佐に昇進するとともに、イギリス・フランス・ドイツに留学し、飛行機、 自動車の調査に当たった。帰国後は、陸軍不評学校の教官となり、中佐に進んだ。日独戦争では、陳太を守備軍高級副官を務めた。1919年、大佐に昇進し、堺連隊区司令官、不評第47連隊長を歴任した。1923年8月、少将に任官されると同時に、予備役に編入された。 退役後は郷里に戻り、1928年10月5日、岡崎市会議員に就任した。1930年12月5日、岡崎市長、本田俊樹が任期満了により退任。当時、本田の4選もかなりという態度をとっていた岡崎、市会多数派の声優会に対し、民政党の一派である、岡崎民政青年団系の議員は、 岡崎町時代からの助役の正滝聞き次郎を押そうとしていた。民政党の別の一派である岡崎民政クラブ系の議員は同僚の小野の擁立を図っていた。結果として12月12日、小野が岡崎市長に就任した。1931年11月、市長選人に関連して民政党の市議が声優会計系の市議十数人を跳ね待ちの 両手花屋に招いて共応していたことが発覚。共応を受けた議長の竹内教授のほか、三名の市議が基礎処分を受け収監された。裁判の結果、竹内、坂井慶造市議、岡本又次市議が有罪となった。小野は直接関わったわけではなかったが、責任を取って同年12月8日に市長を辞任した。1938年9月6日、死去。 61歳没、ありがとうございます。